レミです。皆さんこんにちは、お元気ですか？私は元気です。今日はですね、皆さんにちょっとおすすめしたいグッズがありますので、よかったら最後までご覧ください。で、今日おすすめしたいグッズというのはですね、実はじゃじゃーん、はい、ダブルケースではなくこちらの収納ケースなんです。で、今までずっと探してたんですけど、全然いいのが見当たらなくって、で、つい先週無印良品で結構リーズナブルなお値段で見つけることができたので、皆さんにシェアしていきたいと思います。じゃじゃーん、こちらなんですけど、まあ、一見なんか、なんていうの、何て言うんですか、こういうやつ、こういうバッグ、パソコンとか入れるバッグにちょっと見えるかもしれないんですけど、これなんか車のヘッドレストのところにちょうどかけられるサイズの、このなんていうか取っ手がついています。で、それとともにこういう長い紐がついていて、まあヘッドレストのところにこうやって引っ掛けられるようだと、これも思うんですけど、これがですね、なんか私ん？と思ってこれを見て、超便利じゃん、ダブルケースにと思ったんですよ。で、これね、あと中を開けるとこんな感じになっていて、もう一つね、取り外しができるポーチがこうついて、ちょっと見づらくてごめんなさい、こんな感じでついてる、取り外しのできるポーチがこうついていて、で、この中のものを外すとですね、まあこれは今実際私使ってないんですけど、3つこう仕切りになっているポーチで、まあドリンクとかこの中に入れたりするのがすごい便利かなと思うんですけど、これを外すと、取り外すとこんな感じになります。でですね、今私これ鉛筆刺してるんですけど、なんか見えるかな、ここは普通のこういう網になっていて、例えばなんですけど、これリードケースなんですが、リードケースぐらいはこんな感じで入れることができます。で、ここだけこう穴が開いてるんですね。ここね、ここだけ、この部分だけ穴が開いていて、で、なんか本当だったら、本来の使い方の説明書見たら、なんかここに充電器とか、そうするとなんか充電器とか携帯とかここに入れて、で、ここからコードを通すみたいな、すごいなんか便利なんですよね。で、もう私はここに今鉛筆を刺してて、意外と落ちないです、こんな感じで。そうだ、ポーチの中もちょっと入れてみようかな。私この中にヤスリとかクリーニングペーパーとか入れてるんですけど、これね、これもちょっとこっちに、ここに入れてみようかな。こうなってて、この反対側はマジックテープになっております。で、ここにね、こうやって楽譜を入れることができまして、楽譜がちょっと普通の A4 サイズのファイルなんですけど、 A4 サイズのファイルのものを、楽譜を入れる分にはこんな感じですっきりと収まります。で、ついでにこれ iPad が入ってます。でも私今仕事だと iPad 必需で、ちょっと iPad なくては過ごせないということで、それもこの中に入れます。で、こんな感じで入るんですけど、 iPad と楽譜と両方入れると、まあこのなんていうの、マジックテープが若干こうギリギリではあるんですけど、一応マジックテープも閉まりますね。で、これでこんな感じでペタッとします。で、この両端にスナップがついてるので、このスナップを閉めます。はい。で、そうするとこういう形に、中のこのポーチ外しちゃったので、かなり薄いんですよ、ほら。ね。で、これを見て、ダブルケースにつけようって思ったんです。
はい。で、今私ダブルケース使ってるのがクランポンの軽量のダブルケースで、このなんかちょっとこう正方形に近い形の割とまあ四角なケースなんですけど、もう全く収納がないんですよね。で、本当に楽器しか入らないっていう感じなんですけど、せめてこれで楽譜さえ入ったら、あとはなんかカバンは結構小さいのでいけるななんて思っておりまして、絶対これいいじゃんって、その時たまたまダブルケース持ち歩いてて、で、こうやって合わせてみたら、ね、なんかこう横幅がぴったりだなと思ったんですよ。ぴったり？まあ若干出るけど、若干ね、若干、両端1センチずつぐらい出るけど、これをね、取り付けることができるんです。ここは普通の取っ手なんだけど、反対側が、こういうなんていうのカチャってやるタイプのベルトというかになっているので、これをね、もうダブルケースのここのちょうどこの部分に通していきます。こうやって、あ、でこれ今ね結構マックスに近い状態まで紐は伸ばしました。カチャッと見えるかわかんないけど、カチャッと、よし、しまった。止めました。こんな感じで。で、もう一回ここを、再度こうきつく。こんな感じで、後ろ意外とスッキリですよ。こうやって見ると。で、前から見ると、こんな感じ。わかります？こんな感じ。なので、あ、下がむしろはみ出るかな。横のはみ出るのはあんまり気にならないと思うんですけど、こんな感じで楽譜収まるんですよ。普通だったら、まあ、リードケースと、リードケースとスワブ？スワブぐらい入れときます。私ちょっとほら、今マウスピース別持ちしてるので、ポーチにどうしてもこれ入れなきゃいけないんだけど、じゃあスワブも入れちゃおうか。ちょっと私黒いスワブなので見づらいんですけど、今ここにクリーニングペーパー類、リード、これスワブ、ちょっと黒くてごめんなさい、見えないけど、見づらいけど、鉛筆入れてるから、まあ鉛筆と、まあ皆さんだったらここにチューナーとかがいいかもしれないですね。で、ここにリードとスワブぐらいは入ります。っていうか、このポーチを使ったら全然入るんですよ。全然入るの、何でも多分なんだけど、結局さ、こう思った時にすごい厚みになっちゃってね、なんかこう自分にあんまりフィットしないじゃないですか。だから私はこの中のポーチを外して、なるべく平らにして、こんな感じで、まあちょっと裏ごちゃごちゃしてるけど、正直別にあんまり私はこのごちゃごちゃは気になる。で、これね、なんか別のやつ、これもついてたな。はい、こんな感じで、まあ一応紐はしまえます。見づらいね。でも結構すっきりしてない？こうやって見ると。で、私はこうやって持つのが好きなんですけど、こんな感じ。あとはここが、いつもの、付属のものじゃなくていただいた、メンバーの方にいただいたゴムをつけて、あ、自分でわかりやすくしてるんですけど、こんな感じでしたら、こんな感じ。後ろから見ても、なんかわかるかな？このスッキリさ。スッキリしてるのわかります？前から見たらこんな感じだから、まあこれ結構さ、なんかなんていうの、コンパクトケースなんだけど収納困ってるみたいな人ってすごくたくさんいるかなと思ったんですけど、これでもうなんかあんまり直前見えなくてごめんなさいね。こんな感じで、そう、下案外気にならないかなって思います。便利じゃないですか。で、一応ね、これがほぼもう皆さんが必要なものが入るから、
いいかなと思うけど、でもやっぱりさ、これさすがに全部持ったらそれはそれなりには重いですよ、うん、だからやっぱり軽量の楽器ケースとして、楽器ケース自体がまあね、やっぱ軽いってことが一番だから、それはそれとしていいと思うんですけど、まあ、一応なんか楽譜とか iPad とかそれぐらいは入るかなと思うので、結構そこに関しては私はすごく気に入っています。そう、バッグがちっちゃくてもね、なんか例えば最近私このバッグ気に入って使ってるんだけど、これとかだとさ、 iPad が、まあ、実はこれ iPad 入るんですけどギリなんですよね。だからそうするとやっぱあんまりたくさんバッグ持ちたくないから、これとこれとかでお出かけができるっていう、すごくいいアイテムを見つけたので、よかったら皆さんも使ってみてください。値段がね2500円ぐらいだったんじゃないかな、2580円とかそんな感じで、すごいプチプラみたいな感じではないんですけど、私はすごくこれでとっても楽器運びとそのグッズの運びまですごい便利になったので、まだ買って1週間ぐらいしか経ってないんですけど、1週間も経ってないかな経ってないんですけど、すごく便利かなっていうふうに思っていて、絶対みんなに勧めたいというふうに思いました。商品名が吊るして使える A4 ポケット付きマルチ収納ケースっていうものでしたね。で、ここに一応説明書きもあるので、なんだか、まあ、本来だったら、この車のヘッドレストとかにこういう風に取り付けるといいよ、みたいな。細いので固定する感じだったんですね。で、あと、なんか中のポーチはこうやって使えるよ、みたいな。で、吊るして使えるよ、みたいな。これ旅行とかにもすごい便利かなっていう風に私は思いましたね。うん、なのでぜひ気になる方は無印良品に行ってみてください。でちなみにこれは余談です。米缶にね、このサイズはやっぱねちょっと大きい、米缶がもう米缶の軽量ケース、私このエナメルのものなんですけど、米缶にするとこんな感じで、高さ合わせるとこんな感じで、まあだいぶ余っちゃうので、A 缶と一緒に持つのはあんまりおすすめしないですね。うん、赤の時にやっぱり活躍するかなっていう感じ。はい。それでは今日の私が伝えたい内容は以上になるんですけど、ちょっと一つお知らせがあります。私このチャンネルでは全然お知らせとか今までしてこなかったんですけど、まあたまにはいいかなということで、12月15日に横浜海岸協会というところで、横浜クラリネット合奏団のクリスマスコンサートを行います。今回2回公演でして、2時開演と7時開演と2回にわたって同プログラムでコンサートをするので、よかったら聞きに来てください。クラシックが、まあ、多めではあるんですけども、クリスマスにちなんだ曲を選曲してますので、多分皆さんに聞きなじみのある曲ばかりかなと思います。で、年間でもこのクリスマスコンサートとっても人気なコンサートなので、もし横浜のあの辺りでクリスマスの雰囲気味わいたいなっていう方がいらしたら、ぜひ聞きに来てくれたら嬉しいです。それと、この YouTube チャンネルでは演奏動画と、こういったなんかちょっと レクチャーじゃないけど、なんか私のおすすめみたいな感じの動画とこう混ざって、お届けしているんですけれども、まあ、12月はクリスマスシーズンってことで、私もなるべく演奏動画をたくさん出したいなっていうふうに今から思っておりまして、で、もうすでに去年の段階でですけど、こう準備しているんですね。でもしやってほしいクリスマスソングとかがあったら、コメント欄にコメントいただけたらとっても嬉しいです。今日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、あとコメントもいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんありがとうございました。バイバイ。